ックケースカバーのガスケットが、取れないよ、取れないよ、なんということだ、これでは日が暮れてしまう、日が暮れてた、これ取れなくて取れなくて気になって夜しか眠れないよ。あ、服部先生、これどうしたらいいですかね。もう石みたいになっちゃってるんで、はい、こういうの剥がすときは、はい、本当はね専用のリムーバーがいいんですけど、はい、あまりに強力すぎるんで、ここで使えるのはキャブレタークリーナー、キャブレタークリーナー、キャブレタークリーナーがいいんですね。そんくらいのもので浸しながら削っていく、なるほど、感じです。あ、こんなところにワコーズのキャブレタークリーナーがあるじゃないですか。高級品、高級品がありますね。下にトレイを用意いたしました。はい、はい、あとは定期的に外に出て自分の体をリフレッシュしてください。はい、であと他の貴重なものにかからないように、貴重なものはまあ後ろに、後ろに何かあるかな、浅野さんの真後ろにありますよ。ああ、 CB1000 がこれ納車されたばかり、これにかけないように、お、まあこの辺はかかっても大丈夫ですね。全然問題ないです。とにかくその浸していくイメージです。はい、でちょっと置いて、はい、こんな感じで、そうですね、ひたひたして染み込ます感じでやってください、はい、まあ本当頑固で取れないは取れないはびっくりするぐらい頑固ですね、これ。そうなんです、8万キロそこをずっと塞いでくれてた、そうですね、ガスケット君なので、石ですね、もう完全に。まあ硬いものをゴリゴリやると傷つけちゃうんで、はい、それ防止にもなる、ね、なってすごくいいんですよ。はい、じゃあちょっとそれで湿らした状態で、もうさっきと同じやり方でやって、はい、まあ多分自分でやったから分かると思いますけど、剥がれやすさ、ね、ああ、もうなんかちょっと緩んでる感じがしますね。緩いっすよね。うん、あ、本当だ本当だ、取れますでしょ。うん、これカッターじゃなくて普通にスクレーパーとかでも、はい、取れます。あ、全然違う、安全ですよね、こっちの方が。本当だ本当だ。で、乾いてきたら、うん、あ、足してかけてまた浸らせて、はいはい、で繰り返すんです。なるほどね。ふやかして、そうです、削るというよりはもうこそげ落とす感じ。そう、ふやかしてこするって感じです。めちゃくちゃ取れますでしょ。うん、なんかね、丸ごとゾリって言ってた、うん、そう、削るっていう考え方じゃないです、うんうんうん、溶かすっていう感じなんで、もうこれだったら傷つける、もう全然こんだけ落ちてる。そうですね、これが取れないんですよ。取れなかったんですよ。取れないと思いますよ。あ、これでもう落ちちゃうもんな、これだと。で、湿らせてって繰り返すんです、うん、どん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 。こんな感じで。はい、で、少量ずつ少量ずつやっていって。あ、もう全然落ちる。そうなんです。で、簡単に取れますよね。ほんとだ。で、時々、刃の角度を変えたりして、はい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 、はい。当て方を変えたりすると、よく取れたりする。うん、しかもこれぐらい、今さっきは結構強く当ててたんですけど、ガリッてやる感じですね。うん、今軽く表面撫でてるみたいな感じなんで、それでもうボリボリ取れちゃうんで全然早い。あ、キャブクリーナー使えますね。使えるんです、すごく使えるんです。なるほど。でまた乾いてきてるんで、そこに浸らせて、おい、キャブクリーナーで、そうです、そうですね。でこれ同じことを、うん、面出しのオイルストーンでも使えます。え、オイルストーンでこういうところをオイルストーンに染み込ませてキャブクリーナーでこすると、マジか、取れてくれるんで、最後のこの薄く残っちゃったやつ取りたい時とかってあると思うんですけど、はい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 、それを、はい、まあこういうちょっと簡単なやつを、そうそうですね、あんま高いやつになるとちょっと辛いんでこれで面を出すようにドリドリやっていくと、あら、びっくり。あ、取れる取れる。取れますよね。でも、粗くは、
カッターで取りたいんですけど、ざっとあこうやってこびりついてちょっと残っちゃってるようなところを、そうですそうです、こうやってふやかして、でオイルストーンでゾリゾリやっていく。そうするとあっという間になくなっちゃうんです。いなくなった。そうなんです。すごい、これ全然時短じゃないですか。これですね。いやいやマジでだし、安心、安心だし、うん、傷もつけない。めっちゃ綺麗に撮れてる。そうそうなんです。あの速度が全然違うんですよこれ。もっと早く言えた話ですかね。いやですねずっと明るい時から僕がこれ必死に やってるのを鳩井先生見てましたよね。ええ、見てましたいやそりゃそうだから、そろ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 教えてあげよう、教えてあげようかなと。マジかということで、バスケットはこのように外しましょうと、はい、そこでね、こういう傷のつきやすいところはそういう、まあ、あのカッターの刃でこういたずらにやっても傷がついちゃうよと。そうなんです。はい、さっきと全然違います。いやいや、美しくと綺麗に撮れました、はい、ありがとうございます。以上です。はい、汗まみれ、汁まみれのおっさんが一人で一人じゃないけどもということで、はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、はい。